山陽電車でこの街に入る。懐かしいような気分に襲われる。多分この街の風情に触れるからだ。この街の風情、ズバリ昭和だ。先の大戦でこの街はお城を残して丸焼けになった。戦後復興が始まる。その時創業した店が今も元気に商売をしている。中には姫路の名物として全国区になったものもある。ともかくそれは一つや二つではない。この街をぶらぶらすれば数メートルごとに昭和がある。昭和の魂が息づく。だからこの街の基礎ベースは昭和だと思う。建物の外観が昭和だというのではない。昭和の時代精神が令和に生きている。そう感じる。昭和が生き生きしている。昭和という時代は何の苦労もなく過ぎたわけじゃないだろう。辛い時や苦しい時、困難を抱えた時があったはずだ。でも昭和の心には何が何でも幸せになってやる。何があっても諦めない。自分に勝つ。絶対負けない。そういう心意気が溢れていた。まさに幸せのキーストーン。今も溢れている。だからそれを昭和レトロと言ってはいけない。きちんと受け継いでいかないといけない。僕もその心意気で歩いて行きたい。でも歩くのに疲れたらどうする？その時は自分で自分にエールを送ろう。頑張れ自分。ベトナム料理ウンゴンクワーで美味しいか。ん？エッグコーヒー？ベトナムコーヒーうまいのかな。この町に昔ベトナム難民のための定住促進センターが作られたと聞いたことがある。ベトナムの人が姫路に住み始めて数十年、ついにベトナム料理がこの町の食文化の一つになった。ならば未体験の領域だが行くしかない。それにしてもどれにするか。ベトナム料理で知っているのはフォーと春巻きくらい。ここは王道、牛肉フォーセットで行くか。それと、ベトナムコーヒーだ。店の人は優しげだし、そして親切だ。感じがいい。店の雰囲気は、でもレストランというより
屋根付きの屋台っていう感じだ。アジアンテイストでいい感じだ。調味料、チリソース、これは唐辛子とニンニクのオイル、胡椒、ラー油。来た。ああ、うまそうだ。これは生と揚げの春巻き、レタスのサラダか。まずはサラダからいただきます。あれ、ドレッシングなし。レモンをかけるのか。はあ、これは初めての経験。へえ、レタスにレモン、そのままだ。でもなかなかなもんだ。おっと、これはうまい。揚げた春巻き、なんだろうこの味は。ミンチ感が濃厚なコロッケ。いや、これはこの味だ。うまい。これはあっさり、さっぱり、もっちり、想定通りのうまさだ。これがパクチーか。初パクチー。確かにこれは好き嫌いが分かれるだろうな。へえ、面白い。からしとニンニクのオイルを入れるとどうなる？味が激変した。少し辛みがあって、でも味に深みが出た。これはうまい。別物だ。フォーの基本は優しい味、好みで味を変える。ご飯にふりかけみたいなもんだ。へえ、うまい。優しい味、スルスル入る。この春巻きは絶対に人に食べさせたい。ベトナム料理、心に優しい味。ベトナムコーヒー。店の人、ミルクだと言ったけど、これは絶対練乳だよな。そう書いてたし、量はお好みと言われた。まずはこれくらい。正解がわからない。全部入れよう。あ、甘い。でもうまい。全部入れて正解だ。もともと濃厚なコーヒー、練乳全部入れて個性がはっきりした。うまい。言ってみればミルクチョコレートを飲んでる感じ。これだけでリピート確定。まさにウンゴンクワ。作り手の優しさにも触れ、幸せの境地。ごちそうさま。この町の文化にベトナムが加わる。新しい風情が生まれる。ともかく
頑張れ、頑張れ、頑張れ。